こんにちは、ハロミです。今回は、歴代のハロプロで、デビュー当初から見違えるほど垢抜けたメンバーを紹介していきたいと思います。それでは早速、行ってみましょう。高木沙雪。元ジュースジュースの高木沙雪ちゃん。ハロプロの歌姫でありながら、いろいろあって現在は YouTuber になってしまいましたが、初期の頃と比べるとものすごく垢抜けたメンバーの一人です。ジュースジュースに選ばれた時は、私は顔はあまり可愛くないんですけど、ダンスと歌でみんなと一緒に頑張っていきたい、というほど容姿に自信がなかった高木ちゃん。ジュースジュースでは、上村あかりちゃんや宮本かりんちゃんが美形と言われがちで、高木沙雪ちゃんは、ルックスに対して心ない言葉を浴びせられたことも多かったそうです。ところが、ハロプロナンバーワンとも言われた圧倒的な歌唱力で、パフォーマンスの向上とともにビジュアルも進化。もともと小顔だったこともあり、痩せると別人かと思うほど可愛い大人の女性となりました。これからハロプロと関わることはあまりないのかもしれませんが、得意の歌唱力を活かして頑張ってほしいです。谷本亜美。椿ファクトリーのビジュアル担当、谷本亜美ちゃん。もともと可愛かっただろ、と言われそうですが、やっぱり加入当時と比べると何倍も垢抜けています。初期の頃は美人というよりは、小動物っぽい可愛さもある感じ。それが、年を重ねるごとにハロプロ全体でも1、2を争う美女になっていきます。やはり、特徴的だった歯を矯正したことが大きかったのでしょうか。すっかり正統派アイドルの顔つきになり、テレビでもカメラに抜かれることが多いように感じます。こんなに可愛いのに、他人のお尻を触るのが大好きという危ない趣味を持つ谷本亜美ちゃん。これからもオリジナルメンバーとして椿を支えてほしいです。小田さくら。モームスのすっぴん歌姫オーディションで合格した、11期メンバーの小田さくらちゃん。歌唱力で選ばれたということもあり、加入当初は、ビジュアルを武器にするというポジションではありませんでした。しかし、本人の、自分の見え方への研究心が凄まじく、メイクの技術もみるみる上達。もともと際立っていた歌唱力でモームスを引っ張るとともに、アイドルらしいビジュアルにどんどん変化していきました。もともとの高い歌唱力に対しても満足することなく、努力し続ける小田ちゃん。ここまで可愛くなったのも、アイドルとしてのプロ意識が強く、努力の賜物だと思います。歌姫として、今後もハロプロを引っ張っていってほしいですね。中島さき。元キュートのナッキーこと中島さき。ハロプロキッズオーディションで合格し、キュートのメンバーになりましたが、ハロプロに加入した8歳の頃からは、見違えるほど綺麗な大人になりました。加入当初は、子供らしい顔つきでキャラクター、ブースカに似ているなどと言われることもありました。しかし、年齢より幼く見られる顔だったせいか、ポテンシャルが隠されていただけで、成長とともに顔つきもどんどん美少女へと進化していきます。キッズ時代と比較すると、誰がこうなると予想できたのだろう、と思うレベルの成長っぷり。キッズオーディションで採用した人はさすがだと感じます。演技も上手なナッキー、今後も興味のある分野で活躍してほしいです。清水咲。続いても、ハロープロジェクトキッズのメンバーから、ベリーズ工房のキャプテン清水咲ちゃん。小学6年生でハロプロキッズになった時は、身長も小さく、少年のような見た目で地味なビジュアルでした。西川貴教から当時の顔を、青っぱな垂れてそう、と言われたほどです。しかし、当時の少年っぽい雰囲気はどこへやら、どんどん麻薬のガーリーな見た目と性格のメンバーになっていき、あの桃地からも、ぶりっ子と言われたこともありました。体格も華奢で長いまつげを持ち、美人というよりは可愛いポジションの清水さん。メイクの上手さやエクステの効果もあるとは思いますが、加入当初の少年清水と比べると、本当に可愛くなってくれたなぁと思います。芸能界は引退してしまいましたが、また復活して、あのダンスを披露してくれたら嬉しいです。つついろこ。お茶の間で一般オーディションから選ばれたつついろこちゃん。実はハロプロのオーディションを何度も受けていましたが、なかなか合格せず、それでも諦めずにチャレンジした苦労人でもあります。そんなつついろこちゃんは、オーディションで安定した歌唱力とダンススキルを披露していたこともあり、スキルが買われて合格したんだろうと思われる人が多かったようです。しかし、蓋を開けてみれば、逸材だったろこちゃん。加入わずか数週間であっという間に垢抜けてしまい、その後も現在進行形で可愛くなっています。オーディションでも合格者の傾向を分析し、戦略的に挑んだというろこちゃん。外見的な変化も研究熱心な性格からなのかもしれません。今後も持ち前の向上心を活かして、のし上がっていってほしいです。上國料萌え。
アンジュルムの神子こと、神子供萌えちゃん。ビジュアル歌唱力ともに高く、今でこそハロプロでもエース級の存在です。しかし、オーディションの時の映像は、今の姿からは想像できないインパクトがあります。まるで難民のようだとハロータに衝撃を与えました。ちょうど夏で学校の部活で日焼けをしていた上、髪はボサボサ、メイクのやり方も知らなかったので、すっぴんで挑んだそうです。今のような美少女になることを見込んで選んだ事務所も、さすがだなぁと思います。とはいえ、やっぱり顔立ちは整っていますよね。これで歌も上手いとくれば、人気になるのも必然です。今後もアンジュルムの中心的存在として、引っ張っていってほしいです。佐藤正樹。モームスのレジェンド佐藤正樹ちゃん。デビュー当時から可愛かったですが、それは素朴な可愛さでした。加入してからも、かなりの期間でこだしをさせられたり、よくわからない髪型をさせられたりと、ずっと本領を発揮できない期間が続きます。しかし、リーダー道重さゆみちゃんが卒業したあたりから、それまでの子供らしい雰囲気が一変。つんくから、あいつの勝負は22歳、と予言されていた通り、20歳に近づくにつれて急激に大人っぽく垢抜けていきました。昔はただただ子供っぽい問題児でしたが、ステージ上でのパフォーマンスも色っぽく、かっこよくなっていき、気づけば圧倒的な人気を誇るメンバーとなりました。ハロプロ OG となってしまいましたが、今後もソロでの活動を頑張ってほしいです。伊勢レイラ。アンジュルムの伊勢レイラちゃん。今ではすっかり、あざとい、と言われるほど、可愛いキャラが板についた伊勢レイラちゃんですが、オーディションではこうなることは想像しがたい姿でした。加入当初はどちらかというとぽわっとした雰囲気で、今のような女子っぽさとはかけ離れています。リーダー竹内あかりからは、最初の頃はすごく芋で、山から出てきたみたいだった、とひどいことを言われています。それだけ、今とのギャップが大きかったということでしょう。実際に、本当に別人のように激変して、レラピ、というオシャレ女子キャラを確立してしまうまでになったのは衝撃です。個人的には、ハロ史上最も垢抜けたメンバーなのではないかと思っています。今後もあざといキャラを存分に発揮してほしいです。ということで、ハロプロ史上特に垢抜けたと感じるメンバーを紹介していきました。最初から可愛いままの子もいれば、オーディションとは予想外な雰囲気になるメンバーもいて、成長を終えるのは楽しいですよね。他にも紹介したいメンバーはいましたが、いろいろ悩んだ末、今回のメンバーとなりました。動画への感想やコメント、お待ちしてます。高評価やチャンネル登録も励みになるので、押していただけると嬉しいです。以上、ハロミでした。